私はまだまだです、私は全然なんです、とかっていうやつに聞いてみたいんだけど、あんたはいい子ちゃんになりたいのか、それともそのことを本当にこう探求追求して習得得得したいのか、どっちなんだ。私はまだまだできないからですって言ってるのは、それは本当は私はできるって言ったらできてないって批判されるのを恐れてるだけの、それは保身なんじゃないか。それは保身なんだよ。表に出る勇気がない、人から評価される勇気がない、人から何か言われるのが怖いからだろう。自分に自信がない、それだってまやかしだ。本当はただ単に人から認められたい、そう思ってるだけだろう。そんなこと言ってるうちはいつまで経ってもそれを得得することはできないんだよ。逃げるな、表現せよ、自らの言葉で、自らが良いと思う方法、自らがこうだと思う真実を語れ、そしてそれを行動せよ。そうすることなくして、その事柄を得得することは永遠にできない。勇気を出せ、一歩踏み出せ、ためらいを捨てよ、本来の自分を生きよ。